イーデンはアメリカ合衆国ノースカロライナ州北中部ロッキンガム郡の都市である2010年国勢調査での人口は15,527人だったイーデン市は1967年にリークスビル、スプレー、ドレーパーという3つの町の合併によって市として法人化された市内に観光客を呼び込むためにオールドリークスビルショッピング地区など 小さな歴史的中心街がいくつかオープンされてきた。イーデン市は、北緯36度30分23秒成形79度44分42秒、北緯36.50639度成形79.74500度、36.50639-79.74500 36. に位置している。イーデンの南側でスミス川とダン川が合流している。 ダン川は、イーデンの南境界に沿って流れ、スミス川は、北から市内を2分して流れ、その先でダン川と合流する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は15.2平方マイルであり、このうち陸地15.0平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は1.12%である。ダンビルウェスタン鉄道のリークスビル駅。 1912年撮影、イーデンは、バージニア州とノースカロライナ州の、プランテーション経営者、ウィリアム・バード・ニ世セイの所有する荘園、広さ7万エーカーだった。この荘園は、当初、イーデンの土地と呼ばれていた。ウィリアム・バード・ニ世セイは、その晩年に、イーデンの土地に、スイスから、大勢のプロテスタントを連れてくることを夢見ており、 その土地は結局バージニア州で10万エーカー以上になった。バードはフロンティアの豊かさの上に繁栄することになる産業に富自給できる植民地の姿を描いていた。数年にわたった交渉の後に少なくとも船一隻分のスイス人がヨーロッパからイーデンの土地に渡ったがバージニア海岸沖の12月のトップルで船が難破し、 その数少ない生存者の中でイーデンまで到着したと考えられる者はいない。バードは1744年8月26日に死にイーデンの土地はスコットランドアイルランド系の開拓者が入った開拓地に囲まれ始めた。バードはそのような開拓者を野蛮人で破壊者だと考えていた。イーデンはウィリアム・バード3世に承継され父が夢見ていた。 植民地化の考えはなくなった。バード三世は1748年にエリザベス・ヒル・カーターと結婚した。バードはその贅沢な生活様式を保つためにイーデンを処分して金を得ようとした。1755年11月8日、アンティグア島から来た商人の兄弟、サイモンとフランシスのファーリー兄弟にノースカロライナの土地2万6000エーカーを売却することに成功した。 この時までに開拓地はかなりのペースで成長していた。ファーリー兄弟は肥沃な土地のいくつかにプランテーションを創設しようとしたが、それよりも多くの頻度で開拓者たちが不法侵入し、その家屋を建設した。1762年、フランシス・ファーリーの息子であるジェームズ・パーク・ファーリーがウィリアムズバーグにいて、ウィリアムメアリー大学に入学し、 間もなくウィリアムバード3世とエリザベスヒルカーターの娘であるエリザベスヒルバードと結婚した。その後、段川地域に入ってきた開拓者の多くは、ウィリアムバードについてほとんど知ることはなかった。彼らはタウンクリークとファーリーの所有地に近い地域にあるインディアンの古い村に馴染んだ。その場所が開拓地の中心となり、2万6六千エーカーの土地はソーラタウンと呼ばれるようになった。 1775年、ジェームズ・パーク・ファーリーとそのニーズマが、コスモポリタンであるウィリアムズバーグからソーラタウンに移ってきた。ファーリーは、ソーラタウンが彼のものであると主張し、新しいプランテーションを創設して、不法侵入者を追い出そうとした。段川を見下ろす位置に新しい家を建てた。ファーリーはまたヒルズボロで返していった第3期、植民地議会の議員でもあった。 1776年、その一家は、エリザベス・ファーリーの父が自殺したことや、おそらくは、田舎の生活が嫌いなこともあって、ソーラタウンを離れた。ジェームズ・パーク・ファーリーは独立戦争の間に戦死し、その妻と4人の娘たちは自分たちで生活していく、必要があり、ソーラタウンは管理されないままにされた。ファーリーの未亡人は、ジョン・ダンバー牧師と再婚し、ダンバーが、 ソーラタウンを管理しようとしたが、失敗した。最終的には、州知事が、ファーリーの後継者の法的利益を解決する課題に巻き込まれた。その2万6千英間の土地は、スミス川を島の浅瀬で渡る、ピーターズバーグセーラム道路に近かったので、開拓が進むことになった。百九十五年、本通りに沿ったソーラタウンの南西端にリークスビルの町が、 設立された。ジョセフ・クラウドがその土地を最測量し、1798年には2つの当分な土地に分割した。その1年後、ファーリーの娘のマリア・ファーリーとレベッカ・パーク・ファーリーが、その持ち分をバージニア州のパトリック・ヘンリーに売却した。ヘンリーは、自由を与えよ。力ずんば、死をという名文句を吐いて、イギリスに対する抵抗運動を扇動したことで、有名だった。 1799年6月6日、ヘンリーはその死の床にあって、土地をアレクサンダースポッツウッドヘンリーとナサニエル・ウェストヘンリーという二人の息子に渡した。ソーラタウンが存在した一世紀の間に、イーデンの土地には多くの著名な一家が入った。例えば、ブロドナックス、ディラード、ラフィン、モアヘッド、ヘンリー、ウィンストンの各家族だった。この地域には、 多くのスコットランド人家族も入り、例えば、ギャロウェイ、スケールズ、ワット、レノックス、キャンベル、モアなどの家族がいた。その他軍内に住んだ者としては、ライトホース、ハリーリー将軍もいた。現在のイーデンでは、毎年9月の第3週末にその歴史を祝してリバーフェストを開催している。イーデン市内のアメリカ合衆国国家、歴史登録罪としては、次のものがある。 ミラーブルーイングカンパニーが、イーデンでチビールの醸造所を運営している。700人近くを雇用し、年間900万バーレルを生産している。しかし、2016年9月までに工場を閉鎖すると発表した。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。市内には1平方マイルごとに平均して8つの境界がある。 市内の学校は小学校4校、中学校1校、高校1校がある。a m ラジオのワロエ 1490kHz が1946年から放送を始めた。そのコールサインはイーデンの土地を意味している。ありがとうございます。